もう一回ちょっと言いますね。憲法道具のところ、その時世尊の面前に集まっていた大衆の真ん中に高さ500両じゃらで、幅もそれにふさわしい七宝造りの塔が地中から出現したと。そしてその宝塔の中から、よいからよいから素晴らしいことだ、世尊よ、釈迦牟尼の聖者釈迦牟尼よ、この正しい教えの白蓮という教説をよくぞ語られた、その通りなのだ、世尊よ、その通りなのだ、仏よ。まあ他方如来の、まあ、塔が降りてきましたと。その塔の中には、如来が全て一個になっていると。要するに如来っていうのは過去に、普通の人たち、皆さんももちろんそうですよ、皆その他方如来の塔の中には、皆さんが、まあ、私から授業をもらって菩薩行を続けて、そして皆さんも如来になると。でその菩薩行の中で、他の人たちも、法華経に縁を持たされて、その人たちも他の世界で、如来の弟子になって、いらっしゃって授業をもらうと。でその人たちもみんな如来になると、さらにそこから如来が生まれて、その全てが降りてきて、そして、本物です、あなたの師匠は本物ですっていうふうに、釈迦牟尼の教えを褒めていると。なんでなら釈迦牟尼の教えから、因果律からその全ての未来の人たちが生まれたから、まさに釈迦牟尼の教えとその、未来の人たちが一つで一つだっていうことなんですよ。そして今ここに